気象速報をお伝えします。2時15分に長崎県、佐賀県に大雨特別警報が発表されました。レベル5相当の大雨特別警報が発表されました。まずは長崎県、対象となるのは武雄市、嬉野市です。長崎県は佐賀県ですね。佐賀県は武雄市、嬉野市になります。で続いて長崎県です。長崎県は東園井町、川棚町、波佐見町になります。繰り返しお伝えします。2時15分に佐賀県、長崎県に大雨特別警報が発表されました。まずは長崎県の方の発表市町村を確認していきたいと思いますけれども、こちらの方になりますが、長崎県は東園井町、川棚町、波佐見町になります。続いて佐賀県です。佐賀県は武雄市、嬉野市になります。このエリアですけれども、現在線状降水帯が発生しているものと見られます。皆さんのリポートでまず見ていきたいと思いますが、こちらは2時10分現在ですけれども、長崎県、それから佐賀県、また福岡県まで、こちらの方は皆さんのリポートを見る限りでは、午後という激しい雨の方が降っているわけなんですが、こちらの方、前線に向かう湿った空気の流れ、それが集中的に集まってきているところ、そこでですね、線状降水帯が現在形成されているものと予想されます。でこちらの方はウェザーニューズの独自の解析結果になるんですが、先ほど特別警報が発表されたところに、こちら線状降水帯が現在形成されているという形で、解析されているような状況となっています。で実際に降水量の方になりますけども、この2時までの1時間で嬉野では75ミリ、大町では67ミリという形になるわけですけども、今回は積算雨量、48時間の積算雨量で特別警報の発表基準に到達したということで発表されたものと予想されます。基準として出ているものとしては、嬉野市、こちらの方は48時間です。48時間で574ミリということで、500ミリを超えるような大雨となっているという形になります。特別警報が発表されています。大雨警戒レベル5ということで、直ちに命を守る行動をとってください。今後このエリアでは災害の発生の危険が迫っています。もしくは場所によってはすでに災害が発生しているような状況となっていますので、命を守る行動を直ちに取っていただきたいと思います。本日2時15分に長崎県、佐賀県に大雨特別警報が発表されました。